北朝鮮が25日におよそ1年ぶりに弾道ミサイルを発射したことについて、菅総理大臣は参議院予算委員会で来月前半に予定されている日米首脳会談で主要な議題の一つとして取り上げ、アメリカと連携して北朝鮮問題に取り組む考えを示しました。この中で菅総理大臣は、25日に北朝鮮がおよそ1年ぶりに弾道ミサイルを発射したことについて、我が国の平和と安全を脅かすもので、今まで以上に警戒、監視を強める必要がある。断じて許すことができない、と述べました。そして来月前半に予定されている日米首脳会談で、主要な議題とするのか質問されたのに対し、現時点で議題について予断を持って申し上げることは控えるが、弾道ミサイル問題も含む対北朝鮮政策は、バイデン大統領とはしっかり連携して取り組んでいきたい。当然、議論という形の中で、そうしたい、と述べました。また、アメリカのバイデン大統領を、この夏の東京オリンピック・パラリンピックに招待するかどうかについて、G7 イコール主要7カ国の首脳会談をテレビ形式でやった時に、全首脳で、成功に導くことで一致しているので、当然、そういうことになる、と述べました。一方、新型コロナウイルス対策について菅総理大臣は、現在、新規感染者数は地域によっては増加しており、感染の再拡大に強い警戒感を持って、全力で取り組んでいきたい、と述べました。また、西村経済再生担当大臣は、宮城や山形、愛媛、沖縄といったところで、感染が急速に広がっているところもあり、非常に高い警戒感を持って、それぞれの知事と連携して対応に取り組んでいる。必要があれば、まん延防止等重点措置も機動的に活用して、なんとか感染を抑えていきたい、と述べました。